はい、こんにちは、札幌占いベース灰沼市の後藤です。はい、まあ時短のメッシュなんで結構今、カラー剤塗って乳化して戻ってきたんですけど、でカラーここでじっくり入ってくる感じですね。はい、で、下のところをアップした時に見えるかなと思うんで根元側から塗っていきます。はい、根元は逆塗り、リパレット使ってます。はい、ウィービングを取っていって根元側付近を塗ってから、はい、反対側にシュッとやります。で毛先の方まで塗って根元の方はちょっと浮かした状態でパパってこう根元側に滑らす。はい、このような感じコーミングして無駄な動きがないようにしてください。はい、パッと取ってリパレット、はい、リパレットは100均のまな板なので皆さん作り方は過去の動画を見てください。表参道って行きます？うん、あ、行ってました。結構あのカフェとかカレー屋さんとか好きなとこでいっぱいあって、そうやって入れるとその毛束感というかそういう毛の動き、そうですね、今回の場合はブリーチ剤じゃないので、ほとんどわからないと思うんですけど、ライティングの時にちょっとした動きとかがわかるかなっていうぐらいの感覚で入れてるので、本当に写真用っすぶっちゃけ近い距離で撮った時の写真用で入れてる感じなんで全体としてはボケると思います。あまりわかんないと思うんで結婚式なんでこれぐらいでいいと思います。ブリーチしちゃうとやっぱりそこだけ激しくなっちゃうので本当に写真用にちょっと今回はなんかまとめた時とかこうアレンジした時ちょっとね見えると可愛いですよね。ただそうですね、毛束感のある方が外国人風みたいに、そうですよね、オイル系とかワックスつける時にすごい強調されるので、へー、すごいわかる。だからそういう時にスタイリング剤をつけた時に本当にあ入れてるなっていうのが分かる感じが今回はいいかなと思ったので、テンションをかけて逆にシュッとこう逃がす感じですね。ここがポイントなんでこれがきれいにできないと根元の方が汚く染まっちゃうので、厳密に言うと根元の方は今ちょっともう一回説明しますね。すごい細かいことを言うとこうやった時に、まあ、この辺は両面なじませてるんで濡れてるんですけど表面だけここは塗るみたいな感じですね。わかりますか？裏面塗ってないんです、これ。このぐらいでいいんですね。その方がつながりが綺麗になります。っていう感じに根元をしていかないと伸びた時に結構パツッとなっちゃうので、ただホイールとかでやっちゃうと結構パックリしちゃうので、いいんですけど、僕はあんまりちょっと好きじゃなくて、これぐらいのナチュラルの方がいいかなって思いました、今日は。だからその根元のぼかし結構肝心で根元の方は表面だけ、ステム上げてシュッてこう表面だけで裏面つけてません。ちょっとこういう繊細なところは指でやります。なんであんまり時間かかんない、そんな時間かかってないですよね。そうささっとできるんですね、これぐらいだったら。よりさらにマニアックなことでちょっと言っていくとちょっと分かりづらくなっちゃうかもしれないですけど、先ほど最初の薬塗って乳化した時に根元結構上がってきてたんですよね。なのであ結構明るくなりやすいなっていう風に思いました。なので根元の方の薬剤をシャンプー台である程度取りましたとか、そういう風にこう調節していくんですね。そうしないと根元がポンと明るくなっちゃうと結婚式の時大変なことになっちゃうので、そういう風にシャンプー台の方でちょっと処理したりとか、シャンプー台をワンクッション入れることによっていろいろそこで対応ができます。はい、表面を細めのやつを取りながら今度は手で伸ばしていくんで、はい、リパレットなしで指の表面だけですね、表面だけで、ワープさせながら塗っていきます。で終わり。はい、ってような感じで、あ、そう、最近カメラが実は最近の動画がちょっとすごい白飛びしちゃったりとかしてちょっとひどい動画が多いんですけど、カメラちょっと間違って買っちゃって、それで、
今日から 今後は大丈夫なんですけど、ちょっと動画がひどい状態になっちゃってて、です。はい。Mac ユーザーの人はソニー使わない方がいいと思います。で、大変な思いして今全然動画がアップできてない状態で、ほぼデータ捨てちゃう状態になっちゃったんですけど、Mac とソニーの相性が非常に悪かったんで、やっとキャノンにまた戻しました。はい。そう、買ってすぐ売ったんですよ。メルカリで。あ、メルカリで。もうめっちゃもったいなかったもんね。24万円したら10万で売りました。もうムカついたんで。買った人はラッキーでしたね。買った人はラッキーと、レンズ付きで、レンズも高かったんで、レンズも付けて24万ぐらい。いや、もっとするかもしれない。いや、そんなもんか。それぐらいのやつを見たいですよね。でもね、このカメラ安いんですよ。だけどカメラが、高いカメラを使いすぎると編集が大変なんて重くなるから、データが。あ、そうなんですか。ちょうどいいところの安めなカメラの方が編集はしやすい。しやすいの。データが、データが要は新しすぎるとパソコンが固まっちゃうんですよ。そうそうそう。で、今カラー終わった状態で、ここから枝毛のカットをしていきたいと思います。使うのはダイバルターを